AJ ユナイテッド全スパイク紹介さあということでこちらに僕らが持ってる全てのスパイクご用意いたしました。初めてのスパイク紹介じゃないでしょうか。いやそうですね、はい、やったことないっすもんね。ないっすよね、うん。まあ、今回はスパイク紹介なんですけどトレシュー、まあ、インドア用のシューズも混じってますんで僕らが持ってるサッカーとかで使うようなシューズを一通りご紹介できたらなと思います。はい、古い順でいこうかな。こちらスパイクではないんですけども、なんかよく見るよ、よく見る。これは体育館でよく使う僕がね、うん、使うシューズになってます。F50 というかなり昔のモデルなんだけど、これめちゃくちゃ履きやすいんですよね。うんうんうん、でエナメル素材で縮みはしない、伸びた伸びっぱなしなんで。逆にまあ足には馴染んでくれると。まあただもう昔のやつなんでもうここがねすごい滑るんですよ。これもう使えないなということで新しい方も買ったんですけどF50 です、はい、これがインドア用のシューズです、うん。僕が紹介するのはこちらのアディダスのスパイクで、こちらの名前のアブソリオンというアディダスのスパイクなんですけども、はい、これ入手の経路といたしましては、うん、メルカリで一番安いスパイク買ったら、はいはいはい、なんかどんな感じなのかっていうのを調べたくて買ったんですよ、うん。えこれめっちゃかっこいい。えこれ超かっこよくね。まあある程度使ってはいるけど、ただそこまで別に、まあでもなんかまあ履いた感はあるね、うん、履いた感はあるけど、いやだけど300円だよこれが。これ300円か。ただその僕のサイズに合うやつは全然なかったんで、まあ、A さんでおそらく履けるだろうっていう、確か 27.5 か28あたり、そんな27センチです。27だ。 JP27 って書いてます。そうなんですよ。でこれをね A さんにちょっと履いてもらって、うん、いろいろレビューとかやってもらったところ、結構このスパイクが履きやすいと好評も確か履きやすかったねこれいただいてまして、結構ねこのポイントがめちゃくちゃ太いんですよ、うん。いやマジでこれラグビー用かと思ったよ最初すごいしっかりしてるよね、うん。しかもさ一個一個のこの底のとこめっちゃ硬いね。で僕これメルカリの方と実際にやり取りしたんですけど、めちゃめちゃ迅速な学生で出会い系ではない、出会い系ではないですよあの男の方だったんでね、はい、そんな感じで、はい、今はちょっとぶちこさんの方に行ってるスパイクでございます。続いてなんですけども、じゃあ僕もブチコさんモデルということでディアドラのスパイクなんですけども、こいつも動画でご紹介しました。なんかアマゾンで一番安いスパイクはどれかなと思って僕買いました。で、はいはいはい、こちらですね。超かっこよくないこれ。いやかっこいい。これで2000円切るの今現在はこれブチコさんが使用しているということで。そうだね、さっきのこれよりも今こっちやっぱ入ってますもんね。で価格の方が1999円、大人用ということでね、めちゃくちゃ安いモデルなんで、これからサッカーやってみようとか思う方とかはね、ぜひ入門とかいいかもしれませんね。これやな、納豆ですよ。納豆じゃねえんだ頑張ったなお前。いや本当に頑張った、マジで。アディダスのファンカスっていうモデルのスパイクなんですけども、きついわー。すごいでしょこれ、マジでありがたい。でこれ本当はここに桜がねここに模様としてあったんですけど、もう時期まあ年数が経過してしまったためにここの桜が全部なくなっちゃってるんですよ。おいこれを指さすの、俺に桜が咲いてたみたいな感じになる。チャンネル登録ボタンではない、チャンネル登録ボタンじゃねえだろう。じゃあまず1球目やばい、ラフった。学生時代から使ってたスパイクなんで、マジで50年前。待て待て待て、10年来ぐらいの付き合いよ。お前本当は違うだろみたいな目で見んのやめてよ。どんどん50はさすがにさ、だって多分これも生まれてないはずよ。そりゃそうだ。そうするとさ、俺年齢多少の疑いが出て、だって樹海さん下駄でやってた時代だよ。バカ野郎が、お前それ決まりだろ。こいつこれ多分ね、実写のサッカー実写始めた時に結構これ使ってたの。そうだね、僕やばくない。ただめちゃめちゃ綺麗じゃない。じゃ綺麗にしたんだよこれ。そうだよねこれめっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗になったよね。そうだよねこれさ、サブちゃんであげたんじゃないかな。で、いまだにすごいな、あのミズノのクリーナーマジでおすすめかもしれない。セールがさずっとあるしさ、この音なんか待て、俺のもやってんだ。
サカサじゃねえか。サカサだろ。ダンボールの音と一緒だぜそれ。おい、ダンボールの音と。マジでな。アウトレットでこれ2500円だったんですよ。まあでもこれで結構神業動画撮れたよね。なんか最初の方に芝でやったのも多分これじゃないかな。いや、いい音だ。すごくない？え、結構古いよ。え、ダンボールがいいから。いや、これ結構いいんですよ。で、俺買って確かね、うん、あの、2、3年1回も履かずに放置してて。で、そう考えると、本当にこの綺麗さは、なんかめちゃくちゃいい。こんな綺麗だなって思う。いや、綺麗だよね、本当。うん。おー。これかな？え、てか、ちょっと待って、これと。そう、同じなんだよ、これ。フィーチャー。これどんだけどんだけ買ってんのあんた。え、あ、そうだこれ、うん、履いてたわこれ。あのボルタのそうじゃん。そうやっぱスタープレイヤーには一人も専属のカメラマンがついてるんですよね、普通こういう感じ。もちろん。いや、あんまやりすぎ、あんまやりすぎ、あんまやりすぎるな。芝用のフューチャーより土用のフューチャーよりもこれ一番最初に買ってて、あのまた近日動画がある上がるんですけど、はい、そのコラボ動画の中でもこちら入っております。ということで結構出てくる機会がね、これだからあんなうまかったのか。待って待って待って、やめろ。いや、すごかったんだから本当。俺じゃないからね、すごかったのは。俺じゃなくて、すごい映像だった。はいはい、ただそれを生み出したのは俺じゃない。だって俺が生み出したのってあの10万金のとこぐらいよ。確かにな。パンチだよ。見たくなかったよ。あれ実際さ、モザイク外したら本当に見えてるんですか？見えてるよ。じゃあまだあのあれも出てた。 ブロックのしましまを履くんですよ、ね、はい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 。あれだったあっちがどうだな。あっちが出ない。いや、ブツがとか言ってた。ブツが出ない、ブツが。いや、あれ結構ね、長かったんですよ。タレゾウがいた。いつかもタレゾウさんそんな顔すんなよ。タレゾウしてしまった時に履いてたシューズでございます。タレゾウさんに引き続き、僕の方がこれからは俺をタレゾウって呼ぶからずっとそれでいてくれるんだったらいいよ。絶対他の作るじゃん。チェンチェンとかね。じゃあ僕、はい、こちら X の、インドアシューズ、まあ、こっち紹介したんですけど、まあ、これがめちゃくちゃもうソールがもう硬くなって滑るということで、ソールに違いがあって色違うじゃん、うん、若干ちょっと凹凸がある。グッて力入れてやっぱ滑らない。僕もこちら、今回、まあ、まだ出てないんですが、まあ、コラボ動画で使ってますんで、はい、こんな感じです。まあこれでしょ。 X17.3 だっけかな。そうです。の、ジュニアモデルのスパイクでございます。こちらのスパイク、はい、買いますか。買います。買いますね。はい、はい、じゃあということでこれ買います。お願いします。これこちらで、サイズが確か24だったかな。18です。18ではない。ということでめちゃめちゃ履きやすい。しかも足入れるところで、うん、材質がすごい柔らかいんで、本当にエクストラサイズ的にはこれが一番ぴったしなんですよ。確かに。でも結構もうポイントないね。そう、かなりすり減ってきちゃってて。つま先歩き型か。そう、つま先歩き型になっちゃったの、ね、俺かかと全然減らなくて。タカちゃんもつま先系だった。つま先系なんすよ。つま先系男子ね。タカちゃんと呼ばせていただきます。もうあれはタレゾウは終わったんだね。ちょっと飽きました。あ、もう飽きた。タレゾウ飽きましたんで、まあ、フルチンで行かせていただきます。フルチンは一番やばい。フルチンとガチ対決なんて入れたらもう終わりだろ。ね、絶対出せないよ。ありがとうございます。おお、はい、でもこれ結構合いそうね。今度はこっち 17.3 のスパイク、これ大人用の、これめちゃくちゃ安く買っていて、うん、1200円ぐらいだよ。1300円だっけかな。黄金のスパイクね。入門にはいいかもしれない。安くてスパイク欲しいよって方はいいかもしれない、うん、で最近購入しましたプーマフューチャー 19.1 のこっちが芝用だから。フルチンモデルはやばいってさっき言ったじゃん。そう、次回 FC って次回フルチンってことじゃない。いやいや、ということで、はい、こちらのスパイクなんですけど、
いろんなところから紐を通せるということで、かなり独特なデザインになってるんですよね。こちらでございます。全部通せるようになってるってことだよね。替え紐もついてると。樹海さんガチ勢の子、またこれ買わないといけないな。いや大変だなで、これは芝用のやつなんでちょっと軽いっす。はい、ということで続いてこちら、これは僕の HG の方もちょっと紹介していきたいと思うんですけど、さっきも違うってことだね。そうなんですよ。一番違うのは、うん、重さが違います。そうだね、ハードグラウンドはやっぱちょっと重い、ね、でこっちはハイカットなんで、うん、上、まあ、ミドルカットっていうのかな、上の方までしっかりかかとをサポートするというような形になっております。はいはいはい。まあ、ちょっとね、ちょっとこのスパイク出した時に気になったコメントは、紐の部分になんか砂が入るって書いてあった。そう、うん、だけどなんか思ったよりはそんなに入ってないよね。重さ測れるぞ。おミリリットルで測るぐらいいい。いや、ダメだろはい、ということでちょっとね、まあ、フューチャーモデルの重さを測っていきたいと思います、うん、番外編ということでこのアップシューズも一回測っていいですか。あ、そうだね。じゃあ右足でいく。あ、うん、じゃあ行きますよ。はい、277g ですね。で続いてがこれが最後にしたよね。じゃあ次いきます。ハードグランデを、え、一番重いアップシューズの方が重いね、うん、あっち277だから247g。さあ最後、いやもう明らかに芝はやっぱ持ってるだけでも軽いからな。あ、それ芝用が 47g です。芝用じゃねえだろこれ室内用じゃねえか完全に。なるほどね。最後、うわっ、えっ、すごい199g。 うん、しかもこれさ、蹴ってるからさ、ちょっと多少砂とかも入ってるわけじゃん、うん、それでこんな違うの、こりゃ軽いわね。すごい。ということで僕の方次いきます。はい、なんつってもこれでしょ。いや、そうだね。プレデーター19.1 ハードグラウンド用です。もうこれめちゃくちゃフィットするんで、うん、逆に紐で縛るとむしろちょっときつくなっちゃうぐらいなんで、だったらもういいやということで、今紐ない状態でも全然フィットしてむしろちょうどいいっす。わあ、かっけえ。いや、これかっこいい。これやばい。うわ、生地違うもん。やば、これがトップモデルか。え、これはかっこいい。ちょっと出していきましょう。うわあ、マジか、めっちゃかっこいい。軽っ。はい、ということで、はい、最後なんですけど、こちら19.1、 あ、これ 18.1 だ、間違えました。これ 18.1 です、うんうん、でカラーリングがまあ形は一緒なんですけど、こちらが 19.1 になります。はいはいはい。これはヴィッセル神戸のコラボ撮影に行った時に、大崎レオ選手からいただいたスパイクになります。その時履いてたスパイクですね。プレデター、これプレデター、今のやつ。あの、誰かジャンプ、これが新しいやつ。ありがとうございます。パネまだついてるんですよ、その時の芝とか。あ、うんうんうん、でサインも入れてもらいました。という感じでスパイク紹介でしたということで、この動画が良ければチャンネル登録もよろしくお願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。プルチンゲイタレゾバンなるで。